これ移動中のアクションスキルみたいなの取る感じ。あの辺サスケしてさ行くんかな。匂わせやがって。そう、これは切り替えてもいいね。隙をつく。ブレイブにして、この辺サンダー効くかな。あ、結構おった。ここで仕掛ける。強っ。そんなもんかよ。これ取れた。ティファ頑張って。あ、ティファも使えるんだったわ。あ、まあ、溜まってない。操作してないやつほんとなんか止まらんね。こちらだ。おとといきやがれ。で、上っぽいね。ここ来たことあるのか。うん、この上どこについてんだっけ。光、これ、いや、赤いし、もう終わってんのか、これ。あれ迷子ですけど。こっちか。あー、で、一番最初というか、ここスタートした時に、動かせ、あー、そうそうそう、ベンチあるとこ。お金結構保ったかな。すぐなくなるんですけど。消耗品買うと。いや、定期的にベンチ置いてほしいな。てか、持ち運びできんもんかね。あ、結構溜まったね。フェニックスのか、ポーション缶か。いや、ちょいちょい回復するのも重要やからね。こんなもんか。全部使います。いずれ99個なんだ。これで移動した先に、どこ行くんだ。いや、あの紫色のやつここで取らんともう取れん気がするんやけど。大丈夫かな。もう効力見てなさそうな。でも明らかに取れんかったもんな。どうすんだろう。音楽。これって、あ、てかお金使ったばっかりなんですけど。ちょっとただ安いから50か。くっそ。売るか。どっけしょかいらん。うん、チーコとかいっちゃう。これでいや、これちょいちょいこういうのもあるからな。よし、多分フェイクスも買うか。よし、すぐベンチ来たの。俺が催促したの。はん、あそこ止めれんのか。止めたことによって先に進め、あ、マテリアル赤色しかも。2個目だから芝とかか、今度は。は？何してんだおい。わあ、中ボスか？って、1分。暴れがいがあるってもんだ。ちょ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 、なんかさ、どっちいいの？ってか上でやったかった？そうだ。あ、やっちゃいっちゃいっちゃい。ってか間に合わなくない？こんな。一歩で。やべやべ、強い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 。よし、やっちゃう。ここからだ。ちょっと引っ込んどけ。まだ倒せてないし。ちょっと下のでかいのなんとかして。いや、めんどくさ。ってか、時間大丈夫か。よし、さあ、こいつ何だっけ、起動状態。ギリギリ間に合うか。
何だろう、うん、行くか。魔法は置いといて、魔法つあれ、宮部使えばいいのか。宮部待ち、氷、うん、使える。残り9秒、いけ。いや、ギリギリ時間大丈夫。制限時間内にアクセスが確認できませんでした。換気システムを再稼働します。また戻ってやってこいってこと？換気システム、あのファン止めんと新しい召喚獣取れん感じだったもんね。また止めて。換気システムメンテナンスモードに移行、はい、制限時間内にロック解除用端末にアクセスしてください。どれなそれ、どこにあったやつ、また復活したけど、ね、あれかあれ残ったやな、出番だよ。今回早いんじゃない。とにかくタオさんとクラウドもしっかり ブリザード使って、とにかく早く倒せってことね。ここいた、これなら例のやつ成功。ロック解除、アクセスを許可します。で先行ける。いくぞ。で、赤いやつ取れるってこと？これこれ、え、これ普通に取りこぼす要素だよね。直後モーグリ、うん、どんなやつが飛び出すんだおいなんかイベントっぽい感じだったぞ。え、そういうことだよね、取りこぼすよねこれ普通に。じゃ、かわいいやつはティファにつけるか。うん、まあ、定番やよね、チョコモーグリ。チョコモか、モーグリはモーグリで別の紹介になる可能性もあるしね。これはそれっぽい寄り道。ああ、だからベンチあったのか一番最初のあれは初見殺しやろ。ギリギリ1分やったけど、このルートはじゃあ例のスラムの太陽には来てない。最終的にあのメインのごっつやつ動かすもんね。まだこの道が正規じゃなかったもん。あのライトで最後、これ回り道しちゃったね。ここには仲間の、あ、これか。もうナビしてもらえたら分からん。二人のこと、確かにね。てかあれマジで取る。こっち側からなんかリフト行ける感じか。え、絶対取りたいね。だってこの、なんだろう、ゲームの作りとして、なんかしょっちゅう戻ってくれる感じじゃないよね。モーグリメダル。紫色のやつどこ行った？あそこか。あれ操作したらいいんか。あれ？いけねえ。あ、これ操作するのか。ライトまでの架け橋、はい、しっかりつなげろよ。え UFO キャッチャーになった。あ、じゃああの紫のやつもこれでやるんか。そうだな。あ、割と簡単。よしよしよし、それっぽいね。反対側に行けばなんかある感じでしょ。あ、
行き止まりなんか好きやな。こういうところで仕事サボりって。よし、じゃあ、いやなんか先に行っていた方が良さそうな気もするけど。あ、こっから行くんか。トルコもそこだったもしかして。でシュルポートを行って。うん、ここだ絶対に。は？得意分野だ。なんだ。こっちだな。ああまたこいつね。でけえやつやし。角度はいいか。いけしっかり。引き直す。これしっかりあれ使わないとブリザード。ブリザードブリザードブリザード。あこれしっかり録音して。ディファーで。ブリザードかまして、ちゃんとやってあるよね、ミヤブリザーね、うん、ブリザードブリザード状態、またブリザードかますか、いやもうわけわからん。あーちゃんとガードもしないとな。あくそ撃った、あ、もうバーストしたら一気に削れるね。バーストしたい。はい。お、来た。ただ、ただガードしても結構食らうな。で、ブリザードかまして。はいはいはい。そう、上手に戦えとる気がする。よし。これで、うん。いけそうだ。上から来たか。思いっきり下げればいい感じだよね。あっとるよね絶対に。はい。で取れる。あ、うん。なるほどね。でこの色なんなん？MP アップ。これはつけとくべきでしょう。結構育ってきたもんね。もう一段階。回避、ああ、回避入りどうでもいいんやってね。結局ガードした方がいいですみたいなことがあったし。うわ、すごいこれ。5段階もレベル上がる。誰か余ってるやつおるか。言うて、うん、漏れなく。見破るは絶対いるしな。うん。オートケアル。あ、これはこれでありか。え、てか、持たせてたっけ？あ、あるわ。うん、これでいっか。回避切りはまたの機会な。よし。これで心配しとったやつも取れたし、先に行きましょう。てか、マテリアは取ったはいいけど、うん。普通に、道作っておくの？その、うん。忘れましたね。普通に上に上げるだけかな。うん。単純ですね。ここで止めれば、うん。この先って、どうだっけ？行ったことあるとこ？まあ、H の看板、今まで見てきとった気持ち悪いな、これ、本当に。あ！ここに来るんだ！うん、向こう側から行った時に足場崩れたとこやね。青色ってなんだ？属性？はぁ、あ。なんだ、属性って。もう適当に。属性？キセット時追加属性ダメージ 8%。 はえ、これ強ない？え、これつけるべきでしょ。 MP、 あーどれも捨てがてえけど、あー MP アップ MP アップ、これ別のやつにつければいいか。他のやつもちょっと調整するか。よし、これも先行けんもんね。よし、じゃあ次のライト目指しましょう。よし、ここっぽいっすね。これでラストか。
登ってガシャンして終わりよ。たら全部んって行きたいところ行ったら、ビックスがいてんのか。これ最後やもんね。さあ、いやスラムの人これで3つ目。そういうことやね。メインリフト動かせるようになったかな。いや逆にビックスどうやって行ったの本当に。 H1 エリアまで戻るぞ。ちょっと一旦回復したいな。ベンチねえかな。あすぐ置いてある。マジカルの腕はなんでも新しいの手に入るね。あ外れたまんまだった。ここに風入れてたのか。うん、でマジカル。あちゃんと穴2つある。魔法防御上がるんだ。これ考えるともスターブレスじゃなくてもいいな。うん。いや、かなり落ちとるもんね。物理防御と魔法。これのせいか。やったら食らうの。これでいきますか。一番の重要だ。そうだね。適度にいた。で、例の。あそこどこだっけ。軽く前か。あっちか。あ、ここのことやね。この上、あっちが、なんかあるってことやよね。で、ペチペチ、そう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 。あもうベンチが恋しすぎるわ。ただれ全開するからね。強すぎるわ。これ考えると宿屋って概念ないんやね。てか他見たっけ？マテリアとか。わ、毒とか HP アップとかある。毒高え。いや、治療。治療魔法がつく。あ、ポイゾナとか。うわぁ、魅力的なやつすげぇある。いや、バイオとか強いんじゃない今回。防弾チョッキ。あーこういうの、あー結構強くなっとるな、守備力。あ、そうでもないな。いや、レザーガード強いな。全員これでもいいかも。穴二つあるし。いや、金がね、とりあえず行こっか。あれ？あ、これか。これを操作すれば、このでかいのが。非常用電力の供給を確認。リフトの再起動を開始します。そこの柵が開くんかな。再起動完了。はい。まっすぐあっちに行くだけ？上に行くんかな。いや長かったわ。もうセブンスヘブンが恋しいもん。え、これメインリフトの先へ。向こうに行くのか。いよいよ魔航路か。長いって。もう家に帰ろうよ。仲間魔航の匂いが鼻につくぞ。匂いとかあるんだ、魔法。到着。魔航路が呼んでるぜ。早く来い。早く来い。あっちか。アイテムとか大丈夫か。あ、こっちに行けんのやめて。よしよしよし。あ、なんか上におるね。こういうのサンダーとかでも、サンダーとかでいいんだね。あ、またクラウドに切り替えてもいいな。あ、てかミサイルとかおる。ちょっと待って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 。すげえ激しいけど。おー。見破れしちゃった。やべやべやべ。ちょっとサンダー早く使わないと。こいつからうわめんどくさいのいっぱいある。これバレットの前、うわそこにも
つランチャーからでしょ。だいぶ崩れる。まだ使うか。さっき回復したばっかなのにもう、あ、強っ。よし、次これからでしょ。ちょっとカメラカメラ、まだ魔法使える。さっさとぶち込んでてもいいな。ティファも使えるよね、なんか。あ、いいっすね。うん、魔法重要だな、かなり。で、向こうかなり、あ、止めてこういうのもできんのか。あ、ワンパン、え、これ、え、魔法ゲーだよ、ワンパン。届くのこれ。届く。さすがにバレットか。バレット魔法は持たせてない。ティファーも3であるしね。え、これじゃないっすか。このランデブーポイントはこの先だ。あ、もうビクス会えるってか。はぁ、魔法ゲーだわ。これエーテル買い込んだら相当楽になるな。そう、エリクサー病じゃないですけど、その NP 使うのちょっと接着しがちなとこあるんですよね。ミートガルは神羅の手の内だ。はあ、弱点属性ガンガン狙ってた方がいいな。言ったらやめてたか。最初からギリギリの綱渡りだ。さあ、通路できるしかねえ。力づくりか。得意そうだ。お、シンナボックス。どうでしょう。ちょっと上か。ティファ先行ってもいいよ。なんもね。もうティファの中身を見てしまったし、別にあれか。もうすぐか。まあ、見えてしまったものはしょうがないから。シンナボックス。あ、アイテム。フェニオがいいです。モーグリメダル、これ何なん？小さなメダルみたい扱いでいいかな。シンドボックス、なんもねえ最近。で、あっちかな。全然ビックスの影ないけど、またシンドボックスか。違う。無駄にクネクネさせるね。そう。ビックスいてはる。お、俺ね。おお、ごめん。てか、これ。ジェシーとウェッジは。一歩間違っとったら首飛んどったぞ。あ、そうか、知らないのか。列車から飛び降り立って、上は大騒ぎ。あ、やっぱその情報はもう言ってんのか。マコーロへのルートはささっと確保済みよ。さすが。ヘイヘイヘイビー。何これ、嬉しいのかこれ。あとの二人は。え、何今の。怪我をしちゃって。ひどいのか。怪我したいのはいいけどさ、その。大丈夫だ。ディメンターは何なの。仕事だ。あれはもう存在を認められてるもんだ。気になって正解だったな。警備は四番に集中してる。でも。もう計画は大成功か。本命は五番。ちょっと複雑だが、この奥はもう魔法論の中だ。狭っち穴ぼこだぜ。いけるかバレット。だいぶ狭いけどね。補給物資とワイヤーリル。おお。アイテムくれ。うわ、すげえ、アサルトか。これ以上ねってくらい上々。それ先にちょうだいよ。みんなのことお願い。おや。え、ビックス残んの？うん？ほう。え、もう帰るって？はあ、よし、俺たちもワイヤーの装備だ。え、落とさねえように。何ですかそれ。つけとけよ。作戦が終わったらこいつで一気に下まで降りる。移動時に使えるとかじゃない感じ。生きて帰んぞ。お、いい言葉。当然だ。いやー、行ける範囲増えるのは逆にあれなんですけど。イベントだけにしてほしいな。さあ、ん？新、何？テレビ局？ライトを調整しろ。あ、プレジデントだ。うん。緊急生放送？今回のテロリストに
関して。おお、めちゃめちゃバレとるけど、え、ピックスなの？うまくやったみたいな感じで撮ったけど。いよいよだね。うん、いや、もうさっさと、うん、近いね。ぶっ壊してトンズラこきましょう。構造は一番と同じようなもんだろ。爆弾セットして帰るだけ。魔法だまりは近い。うん、行こうぜ。例のワイヤーで飛び降りる感じ。はい、ちょっと武器装備させてよ、さっきの。アサルト、あ、繋がっとる。わ、形変わるんだ、こんなに。え、そんな簡単に変えれるもん。変え、わ、だいぶ赤いけど。相当弱くなるぞ。中年でも仲間へのヒットポイント付与を発動させる。ほう。ヒットポイント付与。一定時間仲間がダメージくる。そう、分け与えてもね。でも装備しとくか。あ、でも魔法が強くなるんだ。なるほどね。穴が一個減ったな。この繋がってるのって組み合わせたら強くなるんやよね。え、合っとる？え、そういうもんでもない。この説明受けてないんですけど。まあ、蘇生入れとくか。熟練度も上げんだしね。いや、忙しいな。マテリアも育てなくちゃいけないし。結構近そうやけど。例のワイヤーで飛び降りたらダメな。ん？この間？どっから降りるよ。ここは？ん？お、これはいいな。あ、これ？先行くぜ。全然道じゃないところ。ティファだいぶ早いな。え、もうワイヤーで行っとるこれ。はん。ちょっと前にやったスターウォーズのゲームもこんなんあったぞ。なんか動き出しそうやけど大丈夫かこれ。え、絶対動くやろこれ。ひとたまりもなさそうだな。このクラスの機動兵は巨大モンスター用だ。巨大モンスター用。もし俺たちの前に現れジオングというか、逃げた方がいい。クイーンマンサーみたいな感じするね。5年目の時間で助かったぜ。絶対動くやろ。今回のボスがあれか。あ、シルボックス。最近入ってねえの。怖すぎたか。この辺のやつとか絶対あるからな、こんな影とかね。お？ほらある。これが武器と、あ、ハイポーションありがてえ。ハイポーションは今一番欲しいかもね。で、ここやね。魔法だもんね。さっきのことじゃないんだ。いや、もう完全にバレとったもんだよ。あと 100m。 うん？これ見たことないな。そう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 。見破るさし、見破る。見破る。アバランス魂。弱点風か。そっちはどうだ？やっぱ使ってないと全然たまらんな。いて200。なかなかブレイブル変わらんだよ。完全に攻撃しないときじゃダメなのか。勝てたね。結構食らったよ。どうしよう。回復しといてもいいかもね。ボス近いよね。あ、結構敵おる。え、めっちゃロックオンされとるけど。すげえ見とる。ほら、ここ。まだ結構遠いね。山彦煙幕。煙幕。敵の攻撃なんか防げるのかな。こちらボックス。いや、最近何も入ってないからね。おう、NP か。また山彦へ。これ使えってこと？ジャナカ雇った甲斐がねえ。なん
しよう。よし。で、見破るして、これで切り替えよう。よし、やっちゃおう。見てない。まあ、まあ、雷でしょ。なんでよ、ギャルなんで。あ、全然当たらん。じゃあもう魔法よ。うわ、ついよ。完全に、なんか残されてる。あー、くっそ。シャインブラスト。あ、ビービーされてる。じゃあ、こっちのサンタ。あー。サンダーゲーだわ。エーテルありがてえ。いや、ベンチ欲しいな。もうもうゴールか。まだ、うん、おじゃおじゃおじゃ、いつもサンダーのやつか。やべ、いっぺん俺ここっちの、あ、同じやつ2台。魔法使おう。 A から。やべ、なキャノンもおるな。バレットさっきなんかこれ使うか。いや、これも微妙やな。自分の一ポイント減るもんね。チャクラでもしようか。さあ、溜まったからサンダー使う。ティファも溜まったからサンダー使う。サンダーゲー。あー、てかまだこいつ強いない。言うてちょっと前の中ボスやからね。ヒート、ちょっと一目で若い。くっそー、200使っとる。大丈夫ってことか。なんか動けなくなってなかった。めっちゃ怒られた。あー、なかなか。え、かい、モーション使っとった。こまめに切り替えて貯めた方がいい。で、またか。で、溜まったからサンダー。バレットレーザーキャノンのやつ返しよっか。話してみよう。ティファ結構溜まっとるな。基本溜まったら弱点ね。なかなかうまく減らんな。もっとバーストする。あ、連射しなくちゃいけない。なんかいろいろ忘れとるな。あ、いや、このちっちゃいのにはもう完全に魔法だわ。ワンパンやもんね。はあ。慌ただしいけど若干ちゃんとやれた気がする。NP がありがてえな。 NP、 あ、でも結構使っとるね。一旦全開しようか。ポーションタイムよ。よし、完了。いや、マジであのドラクエでいう全開欲しいな。地味に時間かかる。こうしてこまめにやっとかんとピンチになるしね。ただ大事なものを使ってないね。防弾チョッキ、さっき見とったやつ。あ、物理性になるのかな。これ何、水下なんかうごめいてんの。水系で来る。これ帰り道か。さあ完全にもうやり部屋でしょ。さっきのやつが来んのかな。動いたらやべえとかって言ってたんです。なんか久しぶりに、はティファ全部、何このカジュアルなティファ。その人誰？